してる言語学の建物です。ちょっと、はい、ここの教室で勉強しています。でそこの窓際の教室なので大抵電車が通ると音が大きすぎて聞こえないんですよ、授業が。まあ、でも景色が良くて面白い建物です。最初新しかったのは犬が街を歩いてるところとか、あとはなんかドアを開けてなんか待ってて開けてるところとか、他の人に気遣いをちょっと持ってるようなところとか、日本とはまた違ったタイプの気遣いのというか、人がですね、人が人に対して優しい感じがありました、はい。私は東京に住んでいたんですけど、電車がとても変わっていました。東京と比べると、例えば自転車を電車の中に入れて自転車ごと乗り入れてくる人もいましたし、ペットの犬とかをと一緒に電車に乗る方も多くて、すごいちょっとしたカルチャーショックでした。雰囲気がすごい自由でちょっと緩いというか、なんかもっとリラックスした感じが、日本よりずっとリラックスした感じがあるところです。日本だとやっぱりずっとこうピューってしてるじゃないですか。この一つの社会に属するんだったらこうじゃないとダメみたいな、このこうじゃないとダメっていうのがあるじゃないですか。でもなんか私は私でいいんだっていうのがドイツだとやっぱり大きいじゃないですか。すごい一旦ドイツに行ってみると、いろんなタイプの方々と会いました。もう皆さん総じて理論が好きな印象があります。友達とかもすごいなんかもうそれでいいんだから言ってくれるんですよね。なんか私がこうでいなくちゃって言うと、そんなのどうでもいいじゃんって言われたりとかして、すごい自由なところです。常に自分の意見とは異なる人たちがたくさんいますので、その人たちとどういう部分で意見が違うのか議論を重ねて、自分が知らなかったことが分かるっていうところがすごい刺激的です。